オーメンズイレブンゲームチャンネル。はいどうもこんにちは、オーメンズイレブンのオーメンです。本日はノスタルジアシンフォニーというイベントがやってまいりましたので、そちらのガチャを引いていきます。前回ですね、ベロニカという、まあ、ぶっ壊れのキャラがおりまして、予想外のジュエルの消費をしてしまいましたので、今回は、2体入れ替えということもありまして、ここで、まあ、どちらか1体引くのはね、厳しいと思いますので、軽く引いて、あとはジュエルの貯蓄に回そうかなと思っております。このね、2体がまたね、いい雰囲気なんですよね。強そうなんですよね。で、11連じゃ、尺とで、盛り上がりが非常に足らないと思いますので、これか。前回ね、無料チケいただいたので、こちらをまず、引いていきます。この、こっちかな。こっちのガチャがですね、一体も持ってないんですよ。一体も持ってなくて、千早が何より欲しいですね。では、早速引いていきまーす。こちらで、まず、運試し。こっちのロードは入らないよね。まあ、こちらのロードは入らなくても、消してる可能性はあるんで、なんとも言えないんですけど、できたら虹スターの被りぐらいは欲しいですね。さあ、どうだ。ああ、金多いじゃないですか。金7。さあ、来い。止まれ。止まってくれ。止まっていいですよ。止まれ。まあ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 。11連でね、無料で引かせてもらえること自体がね、非常にありがたいことですけども、ああいいっすね、いいっすね、いいですよ、これだったら全然いいですよ。でその次の新ガチャの方に、調整ですね、乱数調整入ったんでパパッと引いちゃいますか。あ、危ない危ない危ない。これで前ね、間違えてガチャ引いちゃったんですよね、画面見ないで。ルーンセーバーと、よいしょっと。双剣か。ルーンセーバーね、魔なんでね、魔はまあ、同じ属性で、ベロニカがいるんで、双剣のアリアシカさんの方が欲しいかもしれないですね。残のね。あ、あ、そうだ、50個値引きだ。いきます。ロードはちなみに消してます。ロードは消してます。もう、2台なんでね、ロード入んなかったらおしまいなんで。さあ。まあ、これはね、諦めはつきやすいですよ。2体なんで本当に、ただ期待はどうしてもしてしまう。どうなんでしょうね、性能。うわー、結構ひどいね。3体、ひどいっすね。ひつひつひつですよ、これ来たらビビるなー。まあないでしょうけれども、やっぱり新キャラ欲しいですもんね。2体ともビーム系のスキルだった気がするんですが、あとはそのね、使い勝手、火力と、あと唯一無二の能力、性能を持ってるかどうかっていうとこですね。終わりますよ。はい、終わりました。ただ、虹スター、ありがとう。はぁ、早い。早かった。まあ、あとは、性能を見て、少し追うか追わないか、あと手持ちの合計数ですね、を見て、追うか追わないかを決めたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。ああ、よかったらですね、チャンネル登録、高評価、どうぞよろしくお願いいたします。バイバーイ。明日に投げた想いは、羽を生やし空を駆け巡る。そして浮かした体は、すべて未来を連れてくる。